ダズモンジャロイド・キャメロンは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州ヘンリー軍、マクダナー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のデトロイト・タイガース所属。父は元メジャーリーガーのマイク・キャメロン。2015年の MLB ドラフト一巡目、戦力均衡ラウンドへで、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリグ・アストロズで、 プロデビュー。アパラジアンリーグのルーキー級、グリーンビル・アストロズでもプレーし、2球団合計で51試合に出場して打率。251、17打点、24盗塁を記録した。2016年は、A-9 トリシティバレーキャッツと A 級、クアッドシティーズ・リバーバンディッツでプレーし、2球団合計で40試合に出場して打率。212、日本類打、20打点。 12盗塁を記録した。2017年は A 級クアットシティーズでプレーした。2017年8月31日にジャスティン・バーランダー、後日発表選手、または金銭とのトレードでフランクリン・ペレス、ジェイク・ロジャースと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。移籍後は3カの A 級、ウェスト・ミシガン・ホワイト・キャップスでプレーし、 遺跡前を含めた2球団合計で123試合に出場して打率。271、14本塁打、74打点、32盗塁を記録した。2018年は a 級レイクランドフライングタイガース、a 級エリーシーウルブズ、トリプル A 級トレド・マット・ヘンズでプレーし、 三球団合計で126試合に出場して打率。264、8本塁打、61打点、24盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2019年はトリプル A 級トレードでプレーし、120試合に出場して打率。214、13本塁打、43打点、17、 盗類を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年9月9日にメジャー初昇格を果たし、同日のミルウォーキーブルワーズ戦にて7番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。ゴールドグラブ賞3度受賞の父譲りの攻守が武器であり、打撃の成長が今後の鍵と言われている。 ありがとうございます。